白山白川号、ホワイトロード、石川県側の中部の料金所白山白川号、ホワイトロードは、石川県白山一能店と岐阜県大野郡、白川村鳩谷を結ぶ、延長33.3キロメートルの有料道路。旧名称は、白山スーパー林道で、2015年4月1日に、新たな愛称として名称が変更された。二輪車は通行禁止である。 1977年開通。白山国立公園特別地域を通るルートであり、石川県と岐阜県を直結する唯一の自動車道路である。林道延長 33.3km。霊峰、白山の北側を走り、ブナ原生林の樹海や高山植物などの景観に恵まれた山岳地帯を走る観光道路。 標高600から1450メートルの間を、総延長約33キロメートルの道路で、白山国立公園の中を走る。石川県側には、落差86メートルの福部の大滝をはじめ、変化に富んだ7つの滝が、沿道にある。蛇谷渓谷の深い V 字国の断崖絶壁に沿って、走っており、県境の国見山や、 三方岩竹越えの区間は高度を稼ぐために大きく回り込むようにつづら折れの道路となっている。岐阜県側は世界文化遺産白川号五貨山の合掌造り集落で知られる白川号がある。2015年4月1日より愛称を白山白川号ホワイトロードに変更した。正式には白山林道と呼ばれる森林開発公団が 特定森林地域開発林道事業により、開設したスーパー林道の一つである。国道360号の普通区間を結ぶ形となっており、石川、岐阜県境唯一の車道である。また、石川県内では、県が管理する唯一の有料道路でもある。三方岩トンネルの岐阜県側の駐車場から、三方岩岳への登山道が整備されている。旧愛称は、 白山スーパー林道であったが、林道が未舗装や運転が難しいことを連想させるとして、両県が新愛称を公募し、全国から集まった2183県の中から選ばれた。2018年12月の冬季閉鎖中に、石川県側の起点 1.6km の地点で、乗り面が高さ、幅ともに約 40m にわたり崩落した。これにより、 無料区間が開通する予定が通常冬季閉鎖が解除される4月から遅れることになった。石川県側は、乗り面が崩落した地点を含む3トルが通行止めとなり、通行止め区間を残して岐阜県側を2019年6月7日に先行開通。石川県側も7月19日に乗り面が崩落した地点を含む約1 3 0ルを 片側交互通行として開通となった。片側交互通行区間では2021年まで復旧工事が実施されるほか、時間雨量規制が2 5ト、mm、ルのところを当初の通行止め区間では1 0ト、mm、ルに引き下げた。2020年2月25日、石川県は同年2月24日に2018年の崩落現場に隣接する場所で、 土砂崩れがあったことを公表した。石川県の計画では、2021年5月を、めどに崩落現場を含む起点から、お造料金所までの無料区間を、片側交互通行で開通、翌月に、有料区間を開通するものである。それまでは復旧工事が行われる予定であるが、これに伴い、石川、岐阜両県の往来が開通後初めて通年に、渡りできなくなった。 また、無料区間を通行しなければ行くことができない。中宮の温泉も営業できなくなった。なお、岐阜県側は、同年6月27日に開通した。白山白川号、ホワイトロードは、白山国立公園を通過するため、夜間は通行止めとなっている。また、豪雪地帯であることから、11月10日から翌年6月上旬頃まで、冬季閉鎖となる。 自動二輪、原動機付き自転車、軽車両の通行は禁止されている。これは、道路は、全面舗装であるものの急カーブや急傾車が多く、二輪車の通行は危険であると、公安委員会が決定したためである。歩行者も通行禁止であるが、有料区間内で行われる。ウォーキングイベント開催時には、一部区間が、歩行者天国となり、歩行者に限り開放される。 また、2013年から、白山白川号 100km ウルトラマラソンが、白山白川号ホワイトロードの全区間を利用して開催されている。このマラソン開催日は全日にわたって通行止めとなる。白山白川号ホワイトロード岐阜県側の馬り料金所2014年までは、普通車の通行料金が3240円であり、かつては、 日本一高い有料道路と言われたこともあったが、2015年より大幅な値下げが行われていて、約半額に引き下げられている。ETC やクレジットカードでは生産できない。この値下げにより、2015年度の通行量は、前年度と比較して、約2万2千台増加した。また、かつて、石川県道路公社が管理、運営していた各道路共通で利用できた。 プリペイドカード、石川の道カードも利用できなかった。料金書は、岐阜県側の馬狩りと石川県側の中宮野にある。2020年4月1日以降の料金は、以下の通り。有料区間内では、U ターンすることもでき、この場合は、片道料金となる。気象状況などにより毎年変動する、可能性がある。ただし、無料区間は時期と区間によっては、 通行可能である。白山一納天の起点と中宮の温泉のある白山市中宮の温泉の区間は4月下旬頃から11月末頃まで通行可能。また白山一納天の起点から石川県白山自然保護センター部名尾山観察者の麓までの区間は積雪期でも通行可能。ありがとうございます。